オナガラケットハチドリは、長江アマツバメモクハチドリかオナガラケットハチドリ属に分類される鳥類。本種のみで、オナガラケットハチドリ属を構成する。ペルー北部全長オス15から17センチメートル、メス11から13センチメートル。聖ノ喉は光沢のある緑色、顔から腹部にかけては白い。胸部から腹部にかけて黒い縦縞が入る。外側のオハは、 うじくが非常に長く、先端を除いて羽枝がなく先端では羽枝が線状になる。くちばしは短い。オスは、頭頂が光沢のある青で、中央部の尾葉のうち一枚が細長く突出する。メスは、頭頂が黄緑色で、外側の伸長した尾葉が幅広い。標高2100から2900メートルにある森林や、その林園、二次林。 矢吹の多い山地の森林などに生息し、棘の多い植物が繁茂する環境を好む。標高1700から3700メートルまで移動することもある。花の蜜などを食べる。アルストロメリア・フォーモジーマを好むが、少なくとも5種の植物種を採植することが示唆されている。繁殖様式は卵生。10月下旬から翌5月上旬にかけて繁殖する。 生息地では乾燥させて粉末にしたオスの心臓が美薬になると信じられていることもある。森林伐採やコーヒー用などの農地開発による生息地の破壊などにより生息数は減少している。1987年に八通りか単位でワシントン条約付属書通に掲載されている。ありがとうございます。